Morning, YouTube. 今日は西新井ハートセンター病院岩波先生によります。えー、ICD 上ェイコミ後の患者さんのフォローですね。遠隔モニタリングだけでいいのかどうかということをよろしくお願いします。 はい、よろししくお願いいたします、えっと、今回の内容ですけれども ICD と CRTD 植え込み後の患者さん新規植え込み後の患者さんに対して遠隔モニタリングのみでフォローをした群と通常通り3から6か月ごとの外来で ICD、CRTD のチェックを行っていた群その2軍間をランダム比較しまして、えっと、予後および心臓関連の入院適切作動等を含めて評価をしたというところなんですけれども、まあ、結果としては ましてはあ遠隔モニターのみでフォローしても通常のフォローアップをしても心臓関連の入院及び全脂肪に関して有意差はなくて作動率に関しても特に有意差はなかったというデータになります。まず最初に遠隔モニタリングがどのように使用されているのかというところの模式図をお見せしますけれども。 まずデバイス受け込み患者さんに対してトランスミッターといわれる送信機が一つついになって渡されるような形になります。でこれらが自動でデータを受信トランスミッターが自動でこのデを デバイスのデータを受信しましてで、えっと、データを各メーカーのサーバーに送ります。でそのメーカーのサーバーに私たち医療者が医療関係者がデータを見に行くこと、もしくは異常データに対してのアラートメールが受信することで、異常データを我々が感知してで、早期の介入が必要であれば、我々が患者さんに対して早期の受信を促すというのが通常の遠隔モニタリングの流れになっております。 実際に遠隔モニタリングでどのようなものを見ることができるのかということなんですけれども、簡単に見られるデータとしては、デバイスのバッテリーの残量であったりとか、リードの測定値、ペーシング域値や波壊値、インピーダンス、あとは不整脈のイベント、これは心房を支援する予報とも見れますけれども、そういった不整脈のイベントというものを見ることができます。 でとさらに、今のデバイスというものは,は、様々な情報を得ることができるようになっていて、えー、例えば、心音のデータであったりとか、強角インピーダンスといわれる、このリードの先端と管、その間に肺があるんですけれども、えー、この間の抵抗、インピーダンスを測定することで、えー、肺がウェットな状況になってきていれば、インピーダンスは低下、まあ、そうでなければ、インピーダンスは高いということで、えーまあ、今の肺の状況の水分量というのはどれくらいなものかというのを調べることができたり。 あとは、胸郭の上がり下がりによって呼吸回数がどれくらいの頻度で行われているか、あとはアクセラメーターを使ってその人の活動レベルがどれくらいか、あとは心拍数も当然モニターれることができまして、今こういったペーシングデバイスというのは生態情報の方向というふうに言われています。このような情報を使うことで心、まあ、不全の予測というものができないかという取り組みもなされております。これは 心不全が発症するまでの流れになりますけれども、えっとまあ、心不全でのはいきなり発症するわけではもちろんありませんし、えー、事前にですね例えば心拍質量の低下や心房圧の上昇、えー、交感神経の活性が上がったり、肺の水分量の上昇、体重の上昇が起こって、えー、活動度の低下あ、症状が出現して心不全が実際に発症してくるという流れの中で、えー、先ほどのさまざまな生態情報というのは、あさ ペーシングデバイスから売ることができまして、実際に心不全が発症するもっと前の段階で、心不全を予測できるのではないかというふうに言われております。 これ実際にボストンのペーシングデバイスによって得られる情報で、えー、と先ほどのさまざまな情報が数値として出されているわけなんですけれども、こういった数値を AI で予測して、スコア化することで、心不全を早クに発見できるのではないかというふうに取り込みがなされております。これがハートロジックという数値で、実際カットフは16という数値が取られているようなんですけれども、16を超えてくるような数値になってくると、心不全症状を起こしてくる可能性が高いというふうに予測されて、まあ利尿剤の 調整であったりとか、減塩とか、まあ、そういったさまざまな介入をすることで心不全を、うん、予防できる、心不全の発症を予防できるのではないかというふうに言われております。 実際、遠隔モニタリングをして良くなることはじゃあ何があるのかということなんですけれども、えっと、まあ今までさまざまな遠隔モニタリングのデータというのが出されておりまして、えっと、いくつかお見せしますけれども、これは2010年のサーキュレーションに発表されたトラストトライアルというものですが、これはホームモニタリングと通常フォローアップ群で複合エンドポイント、全脂肪より心不全入院と含まれておりますけれども、そういったものをカープランマイヤーで強化してみても、まあ、有意差は出なかったというデータになります。 同様に2014年のヨーロピアンハートジャーナルでも出されていまして、E-Cost Trial トト。えー、これも同様に複合エンドポイントで見られておりますけれども、ランダム化比較試験で遠隔モニタリングと通常コントロール群では有意差はなしということで、えっとまあ、これまでの間では遠隔モニタリングをすることで、予後及び心不全入院というものが解散できないのかというふうに思われていたんですが、えっと、2014年のランセットに報告されましたインタイムトライアル。えー、これがですね、まあ、唯一、えー プライエンドポイントの全脂肪および心不全入院を改善しまして、さらにこれ、セカンダリーエンドポイントの全脂肪だけで見ても、緑の線がホームモニタリング群で、灰色の実線の方が通常フォローアップ群ですけれども、全脂肪は優位に改善したというデータが出ました。 でえっとまあ、実際、それらすべてをです、ね、メタで解析してみますと、これは2015年の弱で、えー、メタ解析がされているんですが、いろいろな試験をまとめてみると、まあ、どうも全脂っというのは有意差はなさそうだというのが、今のところの見解となっております。 えっとまあ、実際、どのようなものが遠隔モニタリングでじゃあ改善できる部分があるのかということなんですけれども、先ほどのデータの続きになりますが、心血管腺に関しても有意差はどうやらなさそう。えっと、ICD の不適切作動に関しては、遠隔モニタリングをすることでどうやら改善できそうだというデータが出ております。であとは心房性の不整脈を発見するまでの期間は、遠隔モニタリングを使った方が早期に発見できるということと、 あとはえっとデバイスや不整脈などのイベントからそれに対する我々のリアクションという期間に関しても遠隔モニタリングを利用することで早期に対応することができるというところが今の遠隔モニタリングを使,う使って介入できる点というふうに言われております。 まあそのような遠隔モニタリングをなぜ使っていくのかということなんですけれども、えっと、我々が遠隔モニタリングで得られる恩恵というものは大きく分けて2つの方向性があるかと思います。1つは先ほどお話ししてきたような生態情報を用いた予告改善、もう1個は遠隔データを用いた外来ツイン感覚の延長、この2つが、まあ、全くあ,のあるんですけれども、この2つの方向性というのは全く別物でして、こういった生態情報を用いた予告改善のデータというのは非常に手間がかかりますし、1つ1つのデータを 細かく見て、えそれがそれに対して我々が一つ一つアプローチをしていかなければいけないので、え人の手間がすごくかかるというところがあります。でもう一個もう一方でその遠隔データを用いることで外来接員間隔を延長させるというのは逆に業務負担を減らすことができるというまあ2つのメリットがあるわけなんですけれども。 実際にシェアラインハートセンターでの病院対応というのは月1回のデータ送信、定期送信にしておりまして、それを ME がすべてデータチェックして、問題なければ経過観察、いろんなことがあった場合にはそれぞれ対応していくという形で、それなりの労力というものがかかっているような状況になります。先ほどの j a クのメタ解析なんですけれども、実はデータの収集方法というのは、 集めている論文によって様々でして、定期送信のデータもあれば、日々勝手に送られてくるような送信もあって、これらそれぞれすべてをですね一括りにまとめてしまうのはどうなのだろうかというところで、細かく見ればそれなりのメリットはやっぱりあるのではないかということで、実際にデイリーで細かく介入した分だけというのを抽出したメタ解析が2015年のヨーロピアンハートジャーナルに報告されております。 これで見ると、インタイム、E コスト、トラスト、3つの試験が非常に手間がかかっている介入群なんですけれども、えー、と全脂肪は優位に改善できそうということで、手間暇かければ遠隔モニタリングを使用することで、予後は改善できるかもしれません。 ただまあ今、昨今コロナ、新型コロナウイルス、まあ、あのすごくパンデミック化している中で、えー、なかなかそういう手間がかかる介入というのは難しいというのもありまして、えー、まあ逆にですね、業務負担として遠隔データを用いることができないかというのが、今回のデータ解析になります。えー、目的ですけれども、おこのお 新型コロナウイルスのパンデミック化において、遠隔モニタリングを用いてデバイスフォローアップを行うことは通常フォローと比較して遜色ないかという観点から以前のデータを解析しているという形になります。スタディデザインはヨーロッパの多施設の RCT でして、えーと、2013年の4月から2016年の1月にインクルージョンされております。 適用基準というのは ICDCRTD の新規植え込み NHA は2から 3EF は35%以下の方々が登録されておりまして除外基準は18歳,以上あ18歳以下85歳以上で移植の待機中の方とか精神疾患がある方というのは除外されております。 でグループは2つに分けられておりまして、リモートモニタリングとインクリニックと2つなの分で,で、まああの、遠隔モニタリングといっても完全に遠隔モニタリングだけというわけではなくて、1年に1回は病院で実際にチェックしていると。でそれ以外のデータはすべてリモートチェックで。通常フォローアップ群に関しては、施設ごとですけれども、3から6ヶ月ごとに病院に定期順、通院してデバイスをチェックしていくという形になります。とアウトカムに関しては、心疾患に関連した入院。 全脂肪、ICD 初回作動までの期間というものが解析されておりますえ。ベースのキャラクターですけれども、トータルのサンプル数は約600例で、えー、とリモート群と通常フォロー群、まあ、1対1に分けられております。年齢はだいたい六65歳くらいで、えー、男性が8割、えー、ICD が6割くらいで、売便が4割くらい。えー、とセカンドリープリベンションが15%くらいのトくらいの。 中で拒血は大体6割ぐらいという形になっていますオクセリーに関しては ACLB が9割弱ベータブロッカーも8割ちょっとということでしっかりオクセリーが入っていてえっと m r m もしっかり入っていると6割ぐらいに入っているという形になります 実際にイベントですけれども、ほとんどのイベントに関しては、リモート群と実際通常フォローアップ群で差はなかったんですけれども、唯一差がついていたのが適切作動で、適切作動に関しては、リモート群で4%であったのに対して、通常フォロー群で8%と、通常群の方が2倍程度多いという結果になりました。それ以外の全脂肪であったりとか、心臓の入院。 あとは、新血管心に関しても特に差はありませんでしたし、不適切作動に関しても差はなかったという形になります。フォレストプロットで細かく見ておりますけれども、全プライマリーアウトカムに関しては、どんな項目でサブグループで解析しても有意差はなかったという形になります。 すべ、えっと、ての,の ICD 作動に関しては、年齢が60歳以上の群に対して、リモートモニタリングの方が有用性がありそうというデータが出たのと、えっと、適切作動に関しては60歳以上で有用性があるということと、心房細動の起用というのがどうも有用性がありそうだというデータが示されております。で不適切作動に関しては、すべてのサブグループにおいて有意差はありませんでした。 ディスカッションですけれども、今回2年間のフォローアップがされておりますけれども、遠隔モニタリング,遠隔モニタリング群は通常フォローと比較して、全脂肪、心疾患での入院頻度に有意差は認めませんでした。i c d の適切作動に関しては遠隔モニタリング、遠隔モニタリング群の方が通常フォローの頻度よりも半分程度の作動,作動頻度でした。 今回のものでは先ほどお話ししたハートルジックスコアというのは使われていないんですけれどもそのようなスコアを用いることで全脂肪や心不全入院というのは低下する可能性が,示されます可能性があります。と予後の改善に関しては以前のフォローと比較してそこまで細かく介入しているわけではないのでそのようなところが予後を改善しなかった可能性に影響している可能性があります。 リミテーションですけれども、若年軽症という方が多くて、重症な心不全症例については、今回、症例数が少なかったということで、当てはまらない可能性があるということと、今回入れられているーー ICD のデバイスというのは、ボストン1社であって、他のメーカーのデバイスでは結果が異なる可能性があるということ、または不適切作動の頻度が以前のデータと比較して少なかったということがリミテーションとして挙げられておりました。 結合ですけれども、遠隔モニタリングでのフォローは通常フォローと比較して安全性、有効性は非劣勢であったということと遠隔,モニタリングを遠隔モニタリングを用いたフォローで不必要な病院受診を減らすことができるかもしれないということでした。以上です。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、今日は ICDCRTD を植え込んだ患者さんの後のフォローアップの ランダマイズドコントロールトライアルということで、一方は1年に1回の受診と、それ以外は遠隔モニタリングを使ったフォローアップということで、もう1グループは、年3、4回ぐらいですかね、の定期チェックがあるというグループで比較したら、心臓にまつわるイベントに優位差はなかったということになりますかね。 はいいありがとうございました、えー、っとこれはあくまでその機械のチェックが年、ね、3、4回あるということであって、例えば CRTD が入っている患者さんなんていうのは心不全を患っているわけだから、通常外来はあるっていうことですよね。そうですねはい <laughs> なるほど。今回は心不全というか、心機能が低下している患者さんっていうのはどのくらい入ってたんでしたっけ えっと、全員35%以下です、ね、全員35以下だから、まあえーまあ、一応ヘフレフの患者さんで、ステージはどこか分からないけど、はい、まあそういう患者さんということですよね。はい、はい、分かりました。えー、と外来に来てチェックする、そのチェックの時に遠隔以上にできること、メリットっていうのは何があるんですかまあ例えば、レントゲンを取ることができるとか、あとは心電図を取ることができるっていうのもあるかなと思います。 <あ>どうしても CRT なんかですと、両、えっと、スペーシングがちゃんと適切に働いているかどうかっていうのは、まあ、実際、心電図で見るのが一番確実だと思いますし、まあ、レントゲンを取ることで CTR が拡大しているかどうかというのも評価することができるのかなと。なるほど、なるほど。じゃあ、デバイスのチェックということじゃなくて、普通の,その循環器外来にえと来る、来ないっていう、まあ、そういうチェックの方法ということですね。そうですねはい じゃもうえーと遠隔モニタリングの人ってのは本当に1年間何にもしてないっていうわけでもないですよね、お薬出してますもんね、たぶん。そうですね、たぶん通常の、まあ、ヨーロッパなんで、家庭医みたいなところに通院してお薬をもらってるんじゃないかと思います。なるほど、なるほど、分かりました。あの今回のまあモチベーションとしてですね、その先ほどお示しいただいたインタイムのトライアルだけで、まあ、なんか十分じゃないかなって思っちゃったんですけど、うん、今回のこ,のこれをやろうと思ったき なんていうかそのモチベーションがちょっといまいちはっきりしなかったんですけど、そこはどうですかねあのまあ、いインタイムトライアルっていうのはもう介入がものすごい頻度でなされていて、うん、で実はこれあの、診察の頻度っていうのはあの通常フォローアップ分よりも遠隔モニタリングのほうがあの通院頻度が多くなっちゃっていっという、あべこべな状況が起きてまして、それってどうなのっていうところだと思うんですよねあなるほどね。 ははもう今回は完全にもう遠隔してんだからあんま見ないぞっていう心積もりで。なるほど、なるほど、そうですか。あの、それ、インタイムも含めたメタ解析出してもらいましたけど、インタイムがかなり引っ張っていて、そ,その他の2つの E コストとトラストは全然、なんていうか、むしろっていう感じがしたんですけど、このメタ解析は意味がありそうですか どうですかね、まああの、これもやっぱり、の他の E コストとトラストっていうのは、そこまで介入が多分そんなに入ってなくって、通院頻度っていうのも、通常フォローアップ群の遠隔モニタリング、トントンくらいなんですけども、まあ、インタイムだけがやっぱり圧倒的にそのフォローの介入が多くって、それが多分予後改善に効いてるんじゃないかなっていうふうに思いますやっぱり結構、外来の通院頻度が高くなれば、予後も良くなりそうっていう理解でいいですか。 おそらくそうなんじゃないかなと思います、うん。なるほどね。はい、ありがとうございます。あとですね、そのまあ、やっぱりそうは言っても、遠隔のチェックをする手間暇っていうのも結構かかるとは思うんですよね。こんだけ、えー、バンバン入れるような時代になると、うん、それをチェックするだけでも結構大変で、多分なかなかどの施設でもですね、日本でも、えー、もうまめに見られ、 見ることができてないんじゃないかなと思うんですけど、これ現状実情はどうですか？ありがとうございます。これもですね。実は結構問題になっているところで、うん、まあ実際に遠隔モニタリングをすることで、まあ、業務が増えてしまう。っていう部分もやっぱりある事実で、ねねうん、まあ特にその月々。今日本の場合はカルテにそのデータを記載しないと診療報酬が取れないっていうところもあって海外ですと、その遠隔データ、そのサーバーから直接ですね。あの。 自分の病院の電子カルテンにデータを落とすことができるシステム等があって、非常に簡便にチェックできているようなんですけれども、一応日本でもそういうことをやっている施設は、独自でそのアプリみたいなものを作ったりしてやっている施設はあるようなんですが、全体的に普及しているわけではないので、今後の課題点なのかなというふうに思います。なるほどあとはですね、まあ、今回はまあなるべくその、えー、外来庫来内でも大丈夫かどうか確認しようということというわけですけれども、まあ、それだけの その2、3回、3、4回ですかね、の外来の違いでですね、そのアウトカム、まあうん、そもそもがそんなに多くないアウトカムっていうのを、300対300で本当にアウトカム試験として比較できるかなっていうのは、まあ、少しその疑問であるわけですけれども、このパワーとかっていうのはまあ十分っていうふうに考えていいんですかね。一応、計算されて、あのジオ組まれているんですけれども、 あちょっとリミテーション書かなかったんですけど、結構クロスオーバーが多くて、5、うん、ここから10%くらいがクロスオーバーしちゃってるんで、うん、あそこもリミテーションっていうふうに記載はされていました。なるほどでちょっとパワー弱いかもしれないですね。うんうんうん、なるほどね。えまあ、やっぱりその、うんまあこまめに見てあげるっていうことが予防を改善することに少しつながってるのかもしれないということですけれども、渡辺先生、何かありますかはい、えー。ありがとうございました。やっぱり 先ほどのこまめに見るっていうのは先ほど山根先生もおっしゃってましたけども、まあ、いわゆる家庭医の受診はされているけれども循環器内科の受診が多いっていう意味合いでいいんですかねその先ほどの差が出たスタディですとありがとうございますおそらくそうだと思いますはいあの特にインタイムなんかはアラートほとんどのアラートに対して何らかのアクションを起こすようなプロトコールが組まれてまして例えばその と電話でこまめにいい患者と連絡を取って、えー、調子悪いだったら早めに外来受診するとかっていうふうにされているので、まあ、介入をどれくらいするかによって、やっぱり死亡率とかそういった心不全入院っていうのは変わってくるのではないかと思います。そうですね、ありがとうございます。やっぱり循環器内科がちょっとタッチすると違うってことですかね。柴先生どうぞ <laughs> すごいちょっとあれなんですけど、遠隔で見えないもの。<laughs> 君の声が聞こえないんですね。遠隔で見えないものは何ですか安美先生。<laughs> 遠隔で見えないもの。<laughs> <laughs> 難しいですね。まあつまりまあ僕の一番初めの質問と同じですかね。だから来ないとチェックできないものはありますかっていうことうあそうですね。ね、はい、ま,まあ、特にはないですか大丈夫ですかね千葉 <laughs> 先生、どうぞ。えっ、ー 今日はちょっと調子が悪いみたいですね、えー。チャットでも結構ですけれども、大丈夫ですかね。はい。ありがとうございました。えー、ということで、今日はですね、えー、ICDCRT を植え込んだ EF35% 未満の患者さんの、えー、予後を比較しようということで、まあ、遠隔モニタリングだけで十分か、それとも、えー、定期的に、えー、循環器外来を受診すればいいかということでしたけれども、まあ、結構十分。 遠隔モニタリングだけでフォローできるんじゃないかというようなことが前向きで示されたということで少しパワー不足の感は否めないということとやっぱりあと介入する何を介入するっていうことで予後が変わっているのかっていうのはちょっとまあ明らかになってないということとあとはそのコストとか手間暇の問題っていうのはどうするかっていうのは少し残された問題としてはあるとは思うんですけれども今後ですねなかなか患者さんの まあ、コロナの状況もあって、そんなに頻繁に、えー、循環器病院を受診できないというような、あそういう,う、まあ、状況もありますので、まあ、こういう遠隔モニタリングをどう,う,うまく活用して、ですね患者さんの予防を改善していくっていう、まあ、そういうことを模索しないといけないかなというようなことがあ勉強できました。ということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。